はい、こんにちは、すやすやです。今回の動画は、とあるバグを紹介したいと思います。カード。共通のゴスト。これですね。ニゴストのお化けキノコ。こいつのね、挙動がちょっと怪しいところがあるんで、それを今から、ルームマッチで再現していこうと思います。サブアカを用意してあるんで、こっちに入室してもらいます。287。来たな。で、用意してあるデッキで、こっちは何でもいいんで、はい、OK、完了。よし。まず、ピサロ側が、お化けキノコを出さないとこれは始まらない。ペリー側は、まあ、なんでもいいけど、一応、状況スペルが一個欲しいな。武器でもいいけど。全場にガンしようか。で、ピサロ側が、お化けキノコ引けました。で、今から準備していきます。ピサロ側から始まって完終了。まあとりあえずドロー。ピサロ側お化けキノコを出しますと。それで疾風だけじゃダメだな。武器とりあえず装備して終了。テリー側に召喚酔いしていない、すぐ攻撃できるユニットが欲しいですね。2体ぐらい欲しい。まあ何でもいいんで出して終了。んでピサロも終了。ややこしくないのがいいな。亡霊剣士にしようかな。で、終了して。私のターンだ。これで準備完了と。俺のターン。まあ、テリー側のユニットは1体でもいいんですが、こいつの効果がどこに飛ぶかわからないので、一応確率を上げるために2体出しました。お化けキノコは死亡時にランダムな敵1体を次のターン攻撃不能にするという効果がありますね。これを今からテリーで攻撃したいと思います。テリーでお化けキノコを攻撃します。で、効果が発動して、亡霊剣士今攻撃できなくなりましたね、効果が発動して。あれ？おかしくないかと。お化けキノコは、次のターン行動不能にするって書いてますね。でも、今行動不能にあった。あ、なんだこれは、次のターン攻撃不能にするんじゃなくて、死んだらその時にもう相手を攻撃不能にするんだと。ただのテキストミスだと。そう思った方、違うんですね、これ。ターン終了して、次のターンまで飛ばします。これね、闘技場でね、敵に使われたんですけど。さあ、テリーのターン来ました。亡霊剣士まだ攻撃できません。あれおかしくないかと。お化けキノコの効果がまだ残ってます。攻撃不能にするって書いてますけど、2ターン攻撃不能にされてますね。まだ攻撃できません。で、プサロ側が終了して、ここでようやく攻撃ができますね。はい、というものです。いかがだったでしょうか？お化けキノコ。これちょっと挙動がおかしいんじゃない？という話でした。それでは。